あれもうやっちゃった。ほら、もうポジする。リンゴさんの後ろ。はい。うわあら。え、リンゴさんの後ろ俺やけど。え？9。俺4。あ、違う。多分勘違いしてる。ごめんなさい。ちゃうわ、なんかいろいろ。23よ、23よ。ナイス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 。じゃあ、どの世界性のリンゴさんに話しかけてた。いや、逆に釣られましたね、ちょっと。多分全員リンゴさんじゃなかった。あ、そうちゃうか。だって2位リンゴさん、3位俺、4位ビクゾで固めてて、え、テレザでも入ったんかなと思ったけど順位変わってねえし。あ、そうか。リンゴタグの一つ違う。名前多分リンゴ、あいつリンゴに多分つられたから。オッケーオッケー。どこ行きますリンゴさん。大接戦だな。すげえな。ああ、アイスビルディングはビクゾさん嫌いなんですもんね。いや、神子です。アイスビルディング。アイスビルディング多分ビクゾ強くなかったっけ。うん、神子です。神子です。まあ、アイスかスノボで。いや、そりゃもうアイスだろう、どう考えても。じゃあ、アイス押しておきます。ちょっとアイスですよ。みんなが言うより前に、誰よりも早く投げてしまいました。大丈夫です、大丈夫です。やっぱね、アイス神子なんでね。まあ、2点差か。わ、いい勝負ですね。なんで、なんで俺、え、神子ですよね、アイスビギニングね。なんか僕言いましたっけ、アイスビギニング、ゴミ子みたいなこと。いや、はい。言いました。そうなんだ。言ってた。いや、なんかリンゴさんといるときは好きだって言ってくれてたのに、本当はアイスベルミング嫌いだった。おーい、一番悪いやつやん。ギュラで好感度測るためだけでさ。いや、悪くない、全然悪くない。優しいな。優しいです。優しいのか。そう、そう、そうじゃない。神子です、神子、神子です。そうじゃない。ちなみにビクゾマジル多分アイスベルミング早いです。